アレハンドロ・エドアルド・ジャマティファーラは、グアテマラの政治家、現大統領を。2000年以降、複数の企業でコンサルタントを務めてきた。2007年、2011年、2015年の大統領選挙に立候補したが、いずれも落選。2006年に、グアテマラ国内の刑務所を管轄する刑務所局長に就任したが、2007年のパボン、刑務所事件で告発され、 2008年に辞職した。2019年の大統領選挙では、バモス党から立候補。6月16日の一次投票では、得票率13.95%に止まったが、8月11日の二次投票で57.96%を、得票し、サンドラ・トーレス候補を破って当選した。2020年1月14日、ジミー・モラレスの公認として大統領に就任した。 残忍なギャングの相当、移民に歯止めをかけるための貧困との戦い、胸クソの悪い汚職の撲滅などを掲げ、死刑の復活を公約している。同性婚や人工妊娠中絶に反対する一方、市民の安全のために軍隊を動員することには支持している。1989年にロサーナ・カセレスと結婚し、後マルセラ、エステファノ、アレハンドロの3人の子供を設けた。 最も尊敬する人物として、マハトマガンジーを挙げている。多発性硬化症のため、歩行時は杖を用いる。妻のロサーナとはすでに離婚しているため、長女のマルセラがグアテマラのファーストレディとなっている。ありがとうございます。